やったー、キキです。今回はですね、個人的に今の環境で一番強いデッキをね、紹介していこうと思います。それがですね、こちらの迫撃デッキとなっております。滑舌悪いとね、迫撃って言いにくいんでね、今回砲と略させてもらいます。この砲が入ってるデッキなんですけど、まあ今回ね、3つ用意したんでね、それでマルチやっていこうと思うんですけど、1つ目はこちらのエリババ入り砲デッキですね。で、2つ目がバルキリーの砲ですね。エリババが入ってないバージョンです。で、3つ目がまあエリババとマスケどっちも入ってるよみたいな感じのデッキになってるんですけど、アイゴルとね、エリバーの相性がいいんでね、結構このデッキ強いかなと思います。で、なんで今砲が強いかっていうと、クエイクが少ないっていうのと、あとエリバーに対しても、まあ、結構立ち回れるといった感じでね、まあ万能な、非常に万能な、どんなデッキにでも立ち回れるカードになっております。といった感じでやっていきますか。早速現在順位は45位ということでね、なかなか高いですね。いきます、シコ来たわ。これよろしくといった感じでね、まあまず初手なんでね、やりごぶから動いていきますか。相手誰だろう、名前見たことないな。やりごぶから相手のデッキをね、まあ、様子見していきましょう。まあここはデリバリーでいいかな。ダックプリが入ってるということでね、まあ5、やっぱギャップ出る、危ね、ゴレかジャイとかそんな感じかなと思います。ここにはディガーにはディガー割っていきます。あれ竹かんねえのか、これジャイプリかな。さすがにここ迫撃も置いちゃいます。おっと、かぶった、これは美味しい。もう一枚引き出せるっすね。もう許容していくんだ。これなんですけど、別に迫撃で釣らなくてもね、エリババの火力が高すぎるんでね、まあ守りますね。エリババ低めから出していきます。プリンス、おお、マジ、ちょっと待って、それはやばい、ガチやばい、ちょっと待って、ガチやばいじゃん。ここでデリバリーで踏んでいきます。なんかいい感じに迫撃がエレキに当たってくれたんで、ウッドを打つ必要がなかったですね。マジで言いにくくない、迫撃って。どうしよう、これコウモリウッドで抑えれたら抑えたいなっていう感じですね。頼む、ガチ頼む。あ、やばい、それ、あ、それやばい。ザップさん打ったからこのディガが生きてくる。やっぱね、常に相手に何をされるかってことを考えながら動くのがいいですね。やっぱこれやりごぶ追加していきます。おい、1体入った、でけえこれ。おい、一発でけえ。おい、2発もそんないいんだ。ここからなんですけど、今更まあ逆勢を攻めるっていうのはちょっと微妙なんでね、ここ迫撃立てていきますか。相手がジャイで攻めてきてもエリババがいるんでね、まあホグと同じ感じで、もうエリババの火力が高すぎて抑えれますね。ここなんですけど、速ファイブ、あー、ちょっと遅い。多分最速で打てばエレキに対して、もうエレキが一発迫撃に与えるだけで抑えれると思うんでね、甘かったですね。ここなんですけど、まあやることがないんで、逆サイにディガーコウモリしていきます。でエリババ出して、デリバリーでタゲ変える感じかな。デリバリーにターゲットを寄せていって、とりあえず真ん中にゴブリン出します。で、おっと早いな、ザップがザップ打ってきたんで、このまあコウモリが生きるといった感じですね。俺コウモリにザップ打ってくると思ったんでね、やりごぶはもうちょっと生きると思ったんですけど、違いましたね。ここなんすけど、デリバリー5で落としていきますか。ここはエリババ当てていきます。でリガー同士の削りなら多分俺の方が早いと思うんで、ここは相手の手前ディガーですね。そう、相手は絶対これ後ろ来るだろうと思ったんでね、ダックプリを後ろに出してますね。さあ、ここどうやって守っていきましょうか。悩む。とりあえず迫撃置いて、ここにデリバリーかな。で裏ディガー絶対来るんで、裏にディガーっていきます。で迫撃が入って、まあ5打ってて GG かなとって感じですね。OK といった感じでね、まあジャイに対しては相性いいんじゃないかな。迫撃が硬いんでね、まあ、防衛で使うもよしで、攻めで使うのもよしといった感じですかね、勝ち方としたら。まあ、負け筋あるとすれば、さっきのやりごぶにザップ打たれたのに、対応がくれたのぐらいですかね。さあ、トロフィー上がって31位ということでね、デッキを変えて、こちらのバルキリー型の使っていこうと思います。ここの枠が、コウモリだったりだとか、あと5がポイズンだったりだとか、いろいろな型があるんですけど、まあ、いろいろ使ってみて、結果的にこれが一番安定するのかなっていう感じです。対空マスケしかいないんですけど、まあ、エリババ環境ではあるんでね、そのエリババ用にデリバリー入ってるのは強いかなと思います。いきます
てか今日、あ、この人確かペッカーって気がするな。めちゃくちゃやばいことしてしまったんですけど、ワンチャン法に触れるかなぐらいのギリギリのことしてしまって、もしかしたら炎上するかもしれないんですけど、ちょっと皆さんにだけこっそり伝えて、他の人とかにあんま言わないでほしいんですけど、今日ちょっと裂けるチーズ裂かないでくれちゃった、これやっぱ良くないなって食ったと思って今すごく反省してるんですけど、まあそんなことがあったよといった感じで、ここはエリババが来ましたね。俺はこっちにも攻めっ気があるんで、僕はバルキリーをしっかりね裂いていって、こっちをデリバリーとスケルトンでなるべく早く溶かす。スケルトンがあることによって逆にターゲットを変更できるといった感じでね。まあここはマスケで許容かな。年入るんですけどマスケで許容してて、両サイいい感じにね同じぐらいに抑えていきます。この時に対してさっき勝ってたんですけど、まあ勝ち方としては防衛迫撃でイモリながらタイブレーカーで勝つぐらいの勢いですね。なんですけど、まあ300ダメージねアドバンテージ取られてしまったんで、ここからディガーを使って逆転していきたいです。こっちはディガーっていう確定ダメージがあるんですけど、相手のデッキになんか攻めのカードがないんでね、まあガンガンいっていきたいなと思います。まあまあ使ったばっかなんで5を温存しておく理由がないんでね、ここは5で削りに行きました。ここはタワーじゃなくて下にウッドですね。とりあえずディガー出そうかな。ディガー溜まった、おっと、ここは一旦逆サイかな。ここまたエリババセパ、おっとで、タルババ使った後なんで、ここにスケルトン出していって、まあ少し迫撃を通していきますと感じですね。ここなんですけど、デリバリープラスのウッドで、ウッドを打つことによってヒースピを消したんですよ。早めに打たないと、ウッドのタイミング結構おかしいんですけど、まあとにかくウッドを消すために打ったって感じですね。あー、ちょっと待って、これやばい、これはすごいひどい。結構早めに打ったんですけどね、まあ速さ関係ねえって感じですかね。まあここは両サイドのタワー同じぐらいなんで、ここをしっかり守れればまあ問題ないかなっていう感じです。ここをディガーでしっかり守っていって、ここはこっちにデリバリーかな。でバルキリーをとりあえずこっちに裂きます。おっと、クッキンじゃなくてマスケに5を外してたんですが、ここはもう一回防衛迫撃ですね。防衛迫撃が相手からしたらすごい嫌なんでね、これをとにかく繰り返してあげましょう。ここもまあマスケット重視から展開してって、相手が逆サイドにムート出したんで、ここはディガーですね。同サイドディガーでしっかり削っていきます。削れなかった。今回はこっちにバルキリー出してあげて、でウッド転がして、こっちはデリバリーで処理、いいんじゃないですか。で回復しないんで、ここディガー飛ばしていきます。あーやばい、スケ頑張れ。ここ5打って削っていきます。で5打った後にはもう一回防衛迫撃かな。この防衛迫撃がめちゃくちゃ強いんですよね。硬いし、迫撃自体の HP が。なんで、まあこれを生かしてね、ガンガンやっていくって感じですね。とりあえず、バルキリーこっちでいいな。バルキリーこっち出しちゃって、ウッドプラスで。で、スケとかも出しちゃって、ここにもファイアーボール打っちゃっていいと思います。ふっ！ちょっと待って！あ、やべ、危ない危ない危ない。ちょっと一発いて。まあ、まだ1勝ってるんでね。相手のその削りがファイアーボールしかないんで、こっちはディガーもあるんでね、まあ、ゆっくりやっていきましょう。これはデリバリープラスのウッドですね。ウッドを打つことによって、その、まあ、今回は来なかったんですけど、まあ、ヒースピ、まあ、来たか、来たは来たか。でここはディガー出していきます。このディガーの位置あんま良くねえな。でこっちはスケルトンで許容しながら受けていきます。よいしょ、これはデリバリーで、マジャチャがないんでね、まあ、楽に削っていきますね。とりあえずファイボで削りを入れて、ウッドも打っていきます。でディガー出してスケルトンプラスのデリバリーですね。でこれウッドでとりあえずアムートを飛ばしてあげて、あとは U の来るぐらいなんですけど、 U の後ろで使ってたな。ファイボ打って、こんな感じでもうタイブレーカーで勝つぐらいの
ちょっと防衛ミスあったんですけど、もっと余裕で勝てると思います。まあ、勝ったんで OK って感じで、ジジよしどんどん行こう。サケルチーズうまいっすよね。なんかいろいろ味あるんですけど、全然なんかおすすめの味とかあったら教えてください。21位ということでね、今年何歳なんですか KK さんとよく聞かれるんですけどね、僕はちゃんと言っとくんですけど、ここでちゃんとした年齢を。21歳。来た来た来た、今日あれだな、マッチング異常に早いな。あれ出来替えるの忘れた、やべえ。マジ、まあいいか、とりあえず今日は空気ということでね。アイゴレがあるということはやべえ、普通に忘れてた。これもう一戦いくか、ワンチャン。ここはゴーストが出てきたんで、それに対してバルキリーを合わせていきます。おっと、ここはロイホグ来たんで、白雪プラススケルトンも出しとくか。ロイホグに対しても強いですね。ロイホグ多いんですけど、これはあれか、珍しいけど三重子のロイホグ、三重子ロイホグかな、アイゴレが入ってるんでね、ぽいですね。わあ珍しい。これはマスケ出して真ん中にバルキリーで釣ってあげて、これ逃がしてあげる、大事ですね。でエリポンなさそうなんで、ここはディガーで攻めていきます。バルキリー1回転ぐらいしろ。おう、これはまあデリバリーかな。ハンターじゃなくてゴーストってスケルトンで完封、いや試してみよう、チャレンジ精神大事。おっとやばい、これはまあデリバリーも出して、おいしょ。そういえばロイホグに対してなんですけど、ウッドデリバリーめちゃくちゃ有効です。ここ4コスで迫撃回りだったんですが、まあきっちり貯めてからの方が安全かなと思うのでね。ここはまあいいかな、許容してマスケまで考えたけど、ここはバルキリーだけで受けるで良さそうですね。で来ても逆サイドエリババ来てもマスケとスケルトンがあるんで、この時は基本的にそうですね、エリババに強いデッキになってますね。相手リポンなさそうなんで、もうディガーでカツカツずっと削っていく感じになるかな。ここスケル、いやスケルトンで完封無理そうだな。ゴーストいけるのかな。ここ打っといて、こっちにバルキリー、やばいやばいやばい、ちょっと待って、こっちで出さないとやばいか。いやこっちもやばいな、これ迫撃立てよ、やべえわ。 PSP 結構えぐかったっすね。全回復したのかな。ここマスケ出していって、はいはいはい、プラスのスケルトンで殴んな、よしバルキー OKOKOK。 ここ5かな、フッ OK で、ここで三重子がワンチャン来るのかな。あんまいい防衛じゃなかったか。右に、いやここしっかり守ればチャラみたいなところがありますね。いい三重子ですね、これめちゃくちゃに。ここはディガーぐらい使ってもう贅沢に守ってきて、これでもゴースト寄ってくるでしょ、でけえでけえ。でこっちバルキリーで、こっちデリバリープラスウッド、デリバリーは全然当たってないですけど、まあまあまあ、もう一旦防衛迫撃かな。お、逆サイ入ってる。もう一旦防衛迫撃します。相手のスペルもあんまなさそうなんで、ここはスケルトンで釣ってからバルキリーかな、でからのデリバリー、おいしょ。さあここで迫撃ですね、来た、これは流れ来た。一旦守りから入ってよかったな。でもう2期、あんま入れたくないんで、空気のダメージ入れていきたいですね。ここマスケでアイゴレを早めに溶かしていきます。やばい、負けそう、ちょっと待って、いやいけるなこれ。ここもう一回迫撃、
いややばいな。おぶねえ、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 え、勝った？うお、やばい、うるさ。あれ？なんだ、なんか入ったか。もう手な感じ、相性良かったんですけどね、ちょっとデッキ間違えたんで、もう一戦行きますか、とりあえず。あれ？なんか下がってんだけど。負けたか、やっぱ。はい、16位ということで、もう一戦、ラストね、本当の、本当のっつうか、3つ目のデッキでマルチやっていこうと思います。行きまーす。来た、マッチングの後よろしくといった感じでね、さっきの試合ちょっと下手だったんでね、あんま参考にしないでくださいといった感じでラスト1戦やっていきますと。とりあえず初手が渋いんでウッドから手札を回していこうと思います。アイウィズが出てきましたね。ここはマスケット重視を合わせていきます。アイスウィザードよりねマスケの方が強いんでね、ここはアイゴレでロリババをタゲを取っていきます。なんだロリババ、あーこれギョーレムですね。なんでこれ右にゴレダクネの形を作らせないようにエリババで攻めちぎっていきます。おう、そんなヤリゴブでダクネを手前に寄せるんですよ。まだとエリババがね、エリババ側にねダクネが行ってしまうんでね、それは良くないといった感じで、ここファイブってやっていくんですけど、ちょっと待ってよ、それ今ベビドラにやってたかったんですけど当たんなかったんで、あーもったいないことしてしまいましたね。まあだけど相手のゴレに対してこっちはエリババで抑えられたんで、まあエリアダ的にはそんな取られてないかなと思ってます。はい、相手のデッキ遅延ゴレなんでマスケに基本的に弱いんでね、まあマスケット重視から形を組み立てていきたいなと。あ、あやばい、ちょっと待って、なんだなんで、あ、なんでもないっす。ふっ、まあまあまあ残るからいいや。ここ迫撃立てていきます。迫撃立ててもね、ゴーレムエリババがあるんでね、ゴーレム守れるんですよ実は。これ一発ずつ、よし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 、これウッドで溶かしちゃえば、なるほど、ここもディガーボーイですね。序盤に全然削れねえの痛えな。まあ、ゴレ出してきた瞬間に逆サイエリババかな、大事なのは。まあでも多分ごぼうりから組み立ってくると思うんで、そうだね、低めのマスケ、それに合わせて、まあ多分ゴレ、お、ゴレ来ない、来いよ、まあ、ここで迫撃立てていいと思います。でマスケに、ここはエリババボーイですね。逆サイドにいろいろわちゃわちゃいるんでね、ここをマスケで許容してあげて、でなるべくダクネのコウモリに対してアイゴレを当ててあげたいですね。おお、マジか、溶けねえか。ここはコウモリが出てきたところにファイアボールを打ってなんとか抑えていきます。ここは多分またゴボウリ来ると思うんで、まあダメージが与えられてないこっち側に迫撃立てて、まあ、迫撃で揺さぶるしかないですね。これ高めなんでね、マスケット重視当てて、ここウッド打って、これはアイゴレで守っていく。さあここは迫撃でタゲ取ってる間にやりゴブでやってもらって、その間にエリババ逆サイ、釣られんな釣られんな釣られんな、一体だけ釣られんな、おいお前ら何やってんの、お前ちょっと待って、マジで一発入った一発入った、でかい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 。ここはゴレきついんでこうかな、さすがに。で迫撃プラスウッドでまあなんとか耐えていくといった感じですね。うわマジか、これちょっときついな。ダクネ切った瞬間にエリババで、これやりゴブ追加することによってタワーに行け、お、来た来た来た、あるあるある、で溶かせ溶かせ、でこれ先にウッドで溶かして、でコウモリにしてあげてからの、はい、でこっち側にマスケ低めやりゴブ、あるある、ガチであるじゃん。で削っていきます。でとりあえず迫撃置いて、迫撃置いて、さあここ、ここ釣られないよ、
これも釣られないっすね。なんで攻めていく。で、とりあえずここを槍ゴブで押さえて、で、迫撃。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、でも、はい、エリババ迫撃はこんな感じで、まあ、ゴーレムに勝つんで、ね、よかったらぜひ使ってみてください。あの16位じゃないですね、多分現在順位は7位ということでね、あの迫撃デッキを使って今回4勝0敗といった感じでね、本当に強いんで迫撃デッキ今ぜひ使ってみてくださいといった感じで、よかったらねチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でバイバイ。